しまして、まあ、ちょっと現地の、ね、状況とかいろいろお聞きしたんですけども、ご存知の通り、南スーダンもう完全に内戦状態 で、つい先日ですよね、国連が、非常に深刻な虐殺が起きる可能性が高いというようなことで、声明を出しています。こういったところに、南キシオなんとか自衛隊を PKO として送るというのは、そもそも PKO の、5原則に反することで、どういうことかというと、要するにその停戦がちゃんと実現しないとダメだというのが、PKO 5原則になりまして、またその、中立的な立場じゃないといけないというのがまたあるわけですね。そういう意味ではその、今の大統領派というのは要するに PKO を敵視しているわけなんですよ。で、結局、安倍首相は、安倍政権は現地との合意が取れているから送るみたいなことで、それが閣議決定の一つの理由にされているわけなんですが、実際のところはその PKO に対して、明確に表立って大統領が反対してくるわけではないんですけども、例えばその、今年7月 その、南スーダン の政府軍が外国人を襲撃した際にですね、そうなんですよ、外国人をその南スーダンの政府軍が襲撃して、集団暴行なんかもしたりとか、ろくなことしなかったわけなんですけども、そういうようなことがあった際に、特にそのアメリカ人を敵視しているとか、その関係者の証言から、被害者の証言から分かったわけですね。それは結局どういうことかというと、その南スーダンで大統領派と反大統領派が戦っている中で、アメリカがいろいろ口を出してくるというようなことに対して非常に不愉快になっている。で、また PKO は皆さんもこの中にはご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、伊勢崎健二さんが、指摘されてますが、最近の PKO というのは先制攻撃もやっちゃうわけですよね。だからその、一般市民を文民を守るという使命のためであれば、現地政府軍と交戦することもあり得るということなんです。で、実際コンゴなんかの事例でいうと、その武装解除に応じない武装勢力をPKO が先制攻撃して潰したりとかしてるわけですよね。コンゴの武装勢力っていうのは本当もうなんかかなりもう、イスラム国並みにひどいような連中なので、あんまりこのことについてなんか批判めいたことを言うのもどうなのかなっていうところも正直ないわけではないんですが、いずれにしても非常に今の PKO というのはかつての日本が PKO 協力法を作った時に比べてものすごいアグレッシブな存在なんですよね。はい、ですから、そうなってくると PKO 部隊はあくまでもアンミス、国連南スーダン派遣団ですよね、の指示下というか指揮下になるわけです。日本の政府の指揮下ではないわけですね。要するに自衛隊も南スーダンに入ったらアンミスの指揮下になるんですよ、日本政府じゃなくて。となると場合によっては南スーダン正規軍と自衛隊が交戦する可能性も出てくる。文民保護ということから考えれば当然それもあり得るわけですね。南スーダン政府軍虐殺やってますから、それこそなんか子供や女性たちをですね、鶏のごとく殺してるみたいな、そんな証言もあったみたいですから、非常に荒っぽい連中なわけですよ、南スーダンの政府軍というのは。そういった南スーダンの政府軍と自衛隊が正面から戦うということになれば、それは交戦権を否定している今の憲法にもうどう考えても抵触しちゃうわけですよね。もうこんな事態になったらもうどうあがいてもこれは合憲とは言えなくなっちゃう。だからそういうことが起こる可能性が高いわけですから、本当はもっと議論してですね、
それこそアミスともちゃんとあの、交渉してですね、それで、まあ、あの自衛隊を送るというのであればまだ話が分かるわけなんですけども、まあ、実際そういうわけじゃないわけですよ。まあ実際にはね、まあ駆けつけ警護をやるかっていうと微妙なラインではあるんですけども、ただ例えばアンミス の, まあ、宿営地、PKO 部隊の宿営地なんかが攻撃された場合、共同防衛というのがあるわけですね。つまりその、一緒になってその、襲撃から守るみたいな、そういうことは起こり得ることなんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういう、まあ、なんか中で中を感じるのは、おっと、主役が来たぞ。違和感を感じるのは、なんか NHK の報道とかでね、その駆けつけ警護の時に、なんかイスラム国みたいな、そういう、ね、まあ、解説図の中で、その武装勢力っていうのが出てくるわけなんですけど、その武装勢力っていうのは、なんかイスラム国みたいなテロリストみたいな、そういうなんか印象を NHK の報道なんかで、まあ、そういう解説使ってるわけなんですけど、実際はそれは南スーダン軍政府なんだよと、そこのところをちゃんと報道しない、NHK はどうなんだっていうふうに私は思ったりするわけですね。まあ、そんなこんなで、まあ、来月から、南スーダンでの その駆けつけ警護任務が始まるわけなんですけども、まあ、なんかもっといろいろね、日本の憲法だとか PKO 協力法に合致するような形で、まあ、日本はね、南スーダンの支援をやるべきなんじゃないかなと私は思ったりするんですけど、残念ながら日本の政府ってのはそういう、発想の能力もなかなか足りないわけですよね。というわけで今日足立力也さんに、そういうような例えばね、国際紛争に関してそのどういうような形でなんか、武力ではない貢献の仕方ができるかとか、まあ自衛隊を送るだけがノーじゃないよみたいなところをですね、熱く語っていただけると思って私も楽しみにしておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。というわけで引き継ぎを、はい、吉原と語る会第2部を語ります。一応ちょっと今回コーヒーを入れてくれているコーヒー嬉しいプランジション中の西野さんから司会ということでよろしくお願いします。こんばんは、すみません、司会と言っても今日はこんなたくさん集まっていただきありがとうございます。今日非常にいろんな声が重なってまして、なかなかちょっと難しいかなと思って、じゃあもし少人数だったらコーヒーでも入れてしっかり私さんと語ろうみたいな会議しようと思ったんですけど、本当に本当にたくさんの方に集まっていただいて本当に嬉しく思います。今日は私たちはトランジションダウンという活動をしている普及している団体なんですけれども、持続可能な社会づくりを目指してということで、イギリスで始まった活動なんです。トランジションダウン、街を変えていく活動ということで、その府中での活動をやっています。でこの度は緑の服を着ようとします。はいです。西川さんからも縁をつないでいただいて、足立さんとこうやってお話しできる会というのが企画できましたので本当に嬉しく思います。ぜひこの後ちょっとまだコーヒーもゆっくり入れていきますので、リラックスして意義ある楽しい会にできたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私星川真理と申します。府中の南市場に住んでおります。日頃は、緑の塔の運営をしておりまして、あまり地元のことを何もできていなかったので、大場波動さんとかですね、やっていらっしゃる地元の活動に混じりたいと思いながら、実はパートタイムと母の介護もしていたりして、なかなかものは見えなくて、普段は大変、皆さんにご苦労をしているんですけれど、よろしくお願いします。今日を機会に
ぱり考えていきたいし、日本がねじ曲がっていかないように未来のことを、遠回りのようでもやっぱり、急がば回りできちんと民主主義と平和ってなんだろうっていうことを子どもたちと話せるようなコスタリカの、文化といいますか、暮らしの中にある生きた平和民主主義を一緒に学びたいなと思っています。よろしくお願いします。どうぞ。そのなんかこうちょこちょことした飛行機の遅れに始まり、いろんな遅れが、少しずつ地味にボディーブローのように積み重なって、気がついたらですね、1時間半ぐらいちょっと遅れてしまいまして、大変申し訳ございません。6時過ぎには着いてるはずだったんですが、ちょっとだいぶ時間を削ってしまいました。ちょっとしばらくにですね、時間をあげたいなと思ってゆっくり来たんですけれども、あんまり受けなかったですね。はい、調整ですね。じゃあもう早速中身に入っていきたいと思います。時間がもったいないのでサクッといきます。今日はですね、皆さんにお話ししたいことっていうのは私はたくさん、いつも思ってます。で、どうせ話しきれないだろうと思って、おそらく抜けるだろうということを、あらかじめレジュメに、文章形式で書きました。今回は、項目立てというよりも、その文章でざざっと書いているので、読んだら、大体わかるんじゃないかなという感じにまとめておりますので、今日お話がなかったところに関しては後で、ゆっくり読んでいただけたら、大体フォローできるんじゃないかと思います。さて、今日本の流れは非常にどんどん、一言で言うと軍事化の方向に進んでいる。そしてですね、世界もいろんなところでですね、だんだん、きな臭さが増しているんじゃないかというようなことを考えている、あるいは感じておられる方も、多いんじゃないかと思います。でそもそもですね、平和っていうのをこう世界レベルとかなんとかこうざっくりと考えるときに、方向性をですね、どっちの方向性に向かっているのかというのを2つのこう、軸を考えてみるとこう分かりやすいんですね。片方は統合の方に向かっているのか、そしてもう一つは分裂の方に向かうのかなんですね。で、どんどん統合の方に向かおうっていうのが基本的には平和の方向に向かっているっていう、ことが基本的には言えます。で、分裂の方がだんだんこう危険度が増す、あるいは暴力が発生しやすくなる状態になってくるというふうに言うことができます。で、その意味で言うとですね、非常にざっくりとした基準なんですけれども、例えばイギリスの EU 離脱とかですね、これも一つの分裂の傾向ですね。それからその EU の中でも同じ EU の中でもイギリスだけではなくて他の国でもですね、EU から離脱しようという主張をしている人たちが一定程度言います。その人たちが全部悪いというわけじゃないんですよ。ないんですけれども、分裂というのは暴力につながりやすい傾向がある。なので分裂をするときは注意して分裂をしなければいけないということなんですね。それがあまりにも軽薄だと非常に危険があるということなんです。で、一方でですね、統合に向かう世界の動きというのもいろいろあります。最近ここのところで一番大きな統合の動きは何かというと気候変動問題に対する態度です。で、昨年末にパリで、気候変動枠組み条約締結国会議第21回会議という長い名前のですね、会議がありましたよね。 COP21 ってやつで、あれで、署名をした国の数が、196あるんですね。で、国連加盟国って193ぐらいなんですよね、確かね。私の記憶が正しければ、去年ぐらいの段階で確かそれぐらいです。193、国連加盟国よりも多くの国が合意する事項が今できている。で、それは一つの他の問題は置いといて、とりあえずこの問題に関してはみんなで一緒に話し合いましょうねっていう枠組みができているってことなんですよ。それ非常に大きなことで、国連って、ややもするとこう世界政府に近いようなイメージを持っている方がいたり、あるいはそういうことを期待したりという向きもあったりするんですが、そういうところですら190、それよりも多い国が一つの枠組みに燃えたりとか、一つの統合の動きに向かっていくチャンスがある。で、これをどう生かすか、それをどう平和に生かすかということが、
まあ、実は問題で、単に統合すれば平和になるということじゃないんですね。これは EU を見たら分かると思います。 EU はどんどん統合を進めてきましたが、その統合による弊害がいろいろと出てきたので、イギリスが離脱をするという事態になったわけなんですね。うまく統合を進めていかなきゃいけないとか。で、その世界的な統合の次の鍵っていうのは気候変動とかそういうことだ、再生可能エネルギーとかそういうことだということをコスタリカという国は実は前もってどんどん分かっていた。だから今コスタリカって、去年の実績でいうと、まあ、99% ぐらいの電気を再生可能エネルギーのエネルギー源で、賄っている。そして、その196カ国が署名をした基準は現時点で100カ国ちょいぐらいらしいですけれども、まあ、ともかく196カ国が署名をし合意をした、その COP21 気候変動枠組み条約の事務局の事務局長というのが実はコスタリカの人なんですね。でその人の経歴を追ってみると非常に面白いんですよ。軍隊のない国に学ぶという今日のお話タイトルついてますけれども、皆さんですね、軍隊をなくしたポイントに注目されることが、結構多いんですけれども、まあ、なくしたポイントっていうのは結論から言うとそんなに重要ではなくて、その後が問題なんですね。で、その後どうなっていったかっていう流れの先に実はその COP21 の事務局長って話が実はあります。まあ、そのあたりをですね、少しちょっと今日はお話をしたいと思います。その前にですね、まずコスタリカってなんだっていうところからちょっと一応お話をしておかないといけないだろうと思います。やっぱり外国のしかもかなり遠い国ですので、なかなかイメージが湧きにくいんですね。この中にコスタリカに行ったことがあるという方いらっしゃると思いますけれども、そうでない方はなかなかイメージが多分湧かないと思います。まあ、これを見てもまあ湧かないんですけど、で少しでも助けになるかなと思いまして、どこにあるかというとコスタリカ、日本はここですけども、コスタリカはここです。メリカドルズ法なのできちんとですね、やっぱり地球儀の形をが あんまりこう分からない図ではあるんですけれども、これが大体ですね、まあ、1万4000キロぐらい離れてます。で、まあ、東京の裏側ってこの辺りなんですね。ブラジル沖この辺りなんですね。なんでまあ地球の裏側までの4分の3ぐらい、なので一番遠いところにかなり近いんですね。相当向こう側、地球の裏側に近いところで、赤道、これ拡大してみますね、地域を。中米地域、ここが中米です。メキシコまでが北米で、その下にグアテマラ、ベリーズ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、そして6つ目がコスタリカ、そして7つ目がパナマ。この7つの国を中米というふうに地理的には定義します。そして、一番端っこ、南側の端っこがパナマなんですけども、その隣がコスタリカ。パナマは運河があることで有名ですね。運河この辺り通ってます。ちょうど真ん中をぶった切る感じですね。でその隣がコスタリカなんですね。で、まあ、北緯10度ぐらい、ちなみに赤道はこの辺りを通ってます。ここに島がありますよね、これガラパゴス諸島、ここを赤道が通ってます。そして、ここから言うとですね、まあ、北緯10度ぐらいで、なので熱帯だろうということがあるんですけれども、まあ、熱帯は熱帯なんですけれども、それは標高が低いところだけで、標高が高いところはですね、どんどん上がっていくと、標高上がっていくと気温が下がりますんで、多くの人はですね、標高1000メーター、900メーター以上ぐらいですね、に住んでいます。でそうするとですね、まあ、赤道近くなので、年間の気温の変動幅はそんなにないんですよ。最高気温、最低気温はだいたい年間一緒ぐらいで、さらに標高が上がるとみんなが住んでる首都とかはですね、だいたい下が15度ぐらいで上が26から8ぐらいなんですね。でだから日本でいうと今より1ヶ月ぐらい前ぐらいですかね、まあ、秋の残暑がやや、落ち着いてきたかなっていうぐらいの日本の時期と同じような感じの気温が年中続きます。
で、この国の季節っていうのは雨季と寒季、雨季のことを冬って言って寒季のことを夏って言うんですけど、温度は変わりません。で、雨季といっても毎日ザー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 ずっと雨が降り続くっていうわけではなくて、午後にまあざーっと1時間2時間降る程度なんですね。で、午前中は晴れてたり結構します。なので、まあ、トコハレの国というふうに呼ばれています。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。このまあトコハレの国っていうのはいろんな意味で重要なんですね。まずクーラーのヒーターもいらないでしょ。たらやっぱり電力需要も小さくて済むんですよ。でなおかつやっぱりその暑い寒いで人は死ぬんです。寒くて、温めるものがなかったら死にますよね。あるいは病気になりますよね。風邪ひきますよね。暑すぎてもやっぱり健康に悪いですよね。で気候的に気候が人を殺すようなことっていうのはコスタリカ特に高知では、ほぼないんですよ。それがですねやっぱり非常に大きいなというふうに思います。で非常に利点があるということですね、気候的に。でなおかつその気候だけではなくてその、まあ、赤道に近くて、標高が0から一番上は3800ぐらいまであるんですね。富士山より高いということで、さまざまな気候帯ができます。熱帯雨林もあるし、熱帯乾燥林、雨が降らないところもあるんですね。だから熱帯湿潤林とか、あるいは温帯の森、だから亜寒帯ぐらいまであるんですね。それがものすごく小さい、この面積がですね、だいたい九州と四国を足したぐらいなので、そのちっちゃい中にものすごく多様な気候帯がある。気候帯が多いとそれだけエコシステムが多い、それだけ生物の多様性も多いですね。そういったことがコスタリカの国の前提としてあります。単位面積あたりの生物種が最も多い、つまり一言で言うと生物多様性が最も豊かな国ですね、世界の中で。コーヒーやバナナ、最近パイナップルなんかのですね、農産物と観光が基本的な産業の国です。まあ、一次産業が多いんですけれども、精密機械なんかも作ってます。具体的に言うとインテルです。で、まあ、8割がカトリック信者、残りが、まあ、カトリックではないキリスト教がほとんどですね。だから基本的にキリスト教の国です。で文化的には白人文化というふうに言われています。人種はもうごちゃごちゃです。何人とかいうこの人は何人だとか、少なくとも民族とか人種とかで測るようなことはもうすでに不可能ですね。いろんなグラデーションの混血になっています。例えば白人 99% に先住民 1% だったり、先住民に 30% に黒人が 20% で、白人が 45% とか、もう訳が分かんない500年間の混血の積み上げがあります。なので、人種的にはグラデーションになっているというふうに考えたら一番適当かなというふうに思います。で、まあ、街中はこんな感じです。首都サンホセ、なんとなくビルがいっぱいあるように見えますけども、よく見るとまあすごく低い建物ばっかりで、高いのはここら辺とかここら辺とか、まあ、せいぜい20階、ここら辺は19階、これが21階かな、これが19階かな、20階あるかないかっていうビルがちょこちょことあるだけなんですね。郊外に最近ですね29階建てのビルっていうのができて、うおーと思ってるんですけど、びっくりするような感じですね。そういうのがあると、まあ、平べったい、向こうに山が見えますね。でここが標高 1100m ぐらいで盆地になってます。でこの盆地に町を築いて、首都にしています。で田舎に行くとですねこんな感じで、まあ牧歌的な感じなんですけれども、必ず中心に教会が、町の中心に教会があって、その前に公園があります。でそこを中心に5番の目に町を作ります。これは首都サンホセも一緒です。そしてこれはコスタリカだけではなく、ラテン系の国全てに共通する町の作り方ですね。でまあ
農業国なんでですね、自給率は非常に高いです。もうそこら辺で作ってるものをそのまま市場に持っていって、それで、町の人はそこから買って、ご飯を作るというような仕組みです。ただやっぱ最近はですね、日本にあのイオン化現象っていうのがありますよね。郊外にイオンとかセイルとかそういうのができて、で、まあ、車でみんなそっちに買い物に行っちゃう。でそれと似たような現象がコスタリカでも特に郊外で起こってます。で、どこがやってるかというと、アメリカウォルマート系のスーパーですね。大きなメガスーパーがどんどん買っていって、だんだん街中の商店とか、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっと目を覚ましましょうね。熱い当たり前ですね。まあそんな感じで、でもやっぱりですね、この市場、あとですね、朝市ですね、やっぱり庶民の買い物というと、市場と特に朝市、大体週1でどこの、町でもですね、曜日は違うんですけれども、市が立ちます。そこで、まあ、成果関係とかは、多いですね。環太平洋火山帯、日本と同じ、火山国、地震国です。で、まあ、良い気候、これやりましたね。で、まあ、多様性っていう話、生物が非常に、狭い範囲にたくさんの種類がいるというふうな話ですけれども、例えばパッとこうやって見たこの写真の中でも、おそらくこの植物を専門とする人が見ればこれパッと見ただけで何百種類かはあるんですね。でもうちょっと解像度を上げてみると、おそらく何千種類という植物がいる。さらに動物、まあ、昆虫とかですね、そういうものを合わせると、おそらくこの1枚の写真の中に万を超える生き物がいるんじゃないかと思います。でこの熱帯雲霧林というところが一番、そういう密度が濃い、生き物の密度が濃いところなんですね。常に雲や霧がかかっているところです。で、まあ、いろんな、まあ、特にあのランですね、植物に関してはランがたくさんあります。いろんな動植物がいますよということで、ちょっと代表的なものをご紹介します。ハチドリですね。実際はこれぐらいの大きさです。一番大きくても12センチぐらい。ケツァールというのが、これがですね、まあ、絶滅危惧種なんですけども、非常に綺麗な鳥ですね。来年の1月この鳥を探しに行くツアーをやりたいと思っています。ご興味の方はぜひ。ただこの鳥を探しに行くだけではなくて、ちゃんとこのコスタリカの平和とか人権とか環境とか全部押さえつつもこの鳥を探しに行くというスペシャル企画でございます。これもまあ絶滅危惧種ですけども、赤身のカエル、非常に綺麗なカエルですね。ナマケモノ、これはですね、まあ、低地ですね、低いところに住んでます。これもですね、行くところに行くと大体、すぐ発見できます。動かないですからね。イグアナも、低いところですね、まあ、大体標高の低いところに、よくいます。海岸沿いとかですね、そこら辺を走り回ってたりします。ナマケモノ、まあ、可愛らしい感じですけれども、結構ガブッと噛みついています。これはバシリスク、これはあの川の上を、水面を走るあのトカゲなんですね。で、これはあのちょっと加工してるんで分かりやすいんですけれども、この写真撮った時にですね、これはやっぱりツアーで、日本から日本初のツアーで行ったんですけれども、私とガイドはすぐあっこにバシリスクがいるって分かったんですけれども、誰も分からなかったんです、一緒に行かれた方が。でこれよく見たらこう葉っぱの形をしてますよね。これ写真で見るとこういう風に分かりやすいんですけど、実物だともう1メーターか2メーターぐらいまで近づかないと分からないぐらいものすごい、擬態がうまいです。それで生き残ってるんですね。その擬態と水の上を走って逃げるっていうことですね。で、まあ大体これがコスタリカの、概要、たくさんいろんな動植物がいてですね、楽しいですよ。あと気候がゆったりとして、常春の国ですよ。まあ、あの春眠暁を覚えずと言いますけれども、まあ、年中春なのでですね、年中眠たいんですね。で、はっと気がついたらもう80年経ってたみたいな、そういう国なんですよ。まあ、コスタリカ
今軍隊がないっていう話なんですけれども、このことに関してですね、特にインターネットなんかでいろんな議論があります。まあ、実は軍隊があるとか警察が軍隊だとか、米軍がいるとかですね、徴兵制があるとかいろんなあの話があります、ね。まあ、そういった話ですね、に関しての真実っていうのはですね、レジュメの1枚目の下から下の方、コスタリカには本当に軍隊がないのか、2番というところで、ほぼ全ておそらく網羅していると思います。書いてあります。で、軍隊が本当にあるのかないのかということです。まあ、結論から言うとありません。で、警察はあるんですけど、警察と軍隊の違いっていうのが大事なんですね。軍隊っていうのは、まあ、物事の本質っていうことで考えると、軍隊の本質っていうのは何かって、やっぱり人を殺すところに集約されるんですね。なぜかというと、その他の組織で人を殺すことが、合法化されている組織っていうのは存在しないんですよ。軍隊にしかできないことは何かっていうことは、合法的に人を殺すことなんですね。まあ、もう一つだけ例外があるんですけど、それは何かというと、国家による死刑です。その死刑は、まあ、刑務官は有罪判決を受けた、死刑判決を受けた受刑者という非常に特定な人を殺すものなんですね。で、軍隊が殺す相手というのは非常に、不特定なんですよ。で、しかも相手が罪人かどうかすらわからないわけですね。で、罪人かどうかということすら問題じゃないわけなんですね。罪人かどうかではなくて、敵かどうか、もしくはどちらかというと敵かどうかというよりも味方かどうかなんです。軍隊にとって大事なのは、味方でないものは敵、もしくは敵かもしれない。で、敵かもしれないという可能性があったときに、それを放置しておくってことは軍隊の性質上できないんですね。それがもし本当に敵だったら大変なことになるわけですよ。そのために自分の部隊が壊滅したりってこともあり得るかもしれない。そういうことを避けるためには、軍隊という組織は、敵である可能性がある対象に対して、何もしないというわけにはいかない、そういう、まあ、組織、そういう性質を持つ組織です。もういい悪いは置いといて、もう本質的にそういうもんだっていうことなんですね、軍隊は。で、警察なんですけど、警察って人殺しちゃいけないんですね。警察がやらなきゃいけないことは、例えばアメリカなんかでよく例えば銀行強盗とかなんとかがあって、それでですね、なんかバンバンバンとこうスワットというこの特殊部隊が出てきて、銃撃戦になって犯人を射殺なんていうことが、なんかこう映画なんかでよくあるじゃないですか。で、あれって本当は警察としてはダメなんですよ。なぜかというと、警察っていうのは、容疑者を逮捕して拘禁して、裁判所に送るのは本当は仕事なんです。その人がどういう罪で、どういう、例えば、罰を与えられるとしても、どういう種類の罰を与えられるかっていうことは、最終的に裁判所で決めなきゃいけないんですね。警察が決めちゃいけないんですよ、その人に対する罰を。射殺するっていうのは罰を与えるってことじゃないですか。なので、警察はそれ絶対やっちゃダメなんですね。で、最低限の、まあ、怪我させたりと、どうしても暴れたりとかするとですね、まあ、暴力を振るわなきゃいけないことはありますが、なんとかして裁判所の、まあ、被告席に座らせて裁判長から、判決をもらうということが、まあ、そのために、裁判所に送るっていうのが警察の刑法でいうところなんですね、仕事なんですね。だから相手がどんなに極悪人であろうと、実は殺しちゃいけないっていうのは警察の大原則です。で、軍隊はその逆に、相手がどんな善人であろうと、敵もしくは敵の可能性があるっていうためで殺さなきゃならない、もし上官から特に命令があった場合は特にです、というのが軍隊だから、似たようで実は全然違う性格を持つべきものなんですね。ところがその境界が曖昧になってくることがある。その境界が曖昧になってきた時が危険な時代だと思ってください。例えば日本の戦前戦中の日本でいうと、特攻というのがありましたよね。だから警察なんだけれども、中身は何をやってるかって、実質軍隊のことをやってたわけなんですよ。
警察が軍隊化してるんですね。でそういうことが、どんどん起こってくるといよいよ危ないというふうに考えた方がいいです。でコスタリカの場合は、そういう性質を警察は全く持っていません。怪しければ殺すというようなそういう性質ももちろん持ってないですし、武装的にもですね、例えば戦車だとか、戦闘機だとか爆撃機だとか、戦艦だとか駆逐艦だとか潜水艦だとか、そういうのも一切持ってません。日本でいうところの海上保安庁みたいな組織があるんですけども、こういうところにはですね、50人の機関銃というものがあったりしますけれども、まあ、とても軍隊と呼べるものではないですし、普通に軍隊の一部隊が攻めてきたら、軍事的には対応できない程度のものでしかないですね。一般の警察官が持っているのはですね、拳銃ですね、拳銃は持ってます。それから組織犯罪などに関して言うと、もうライフルとかもあります。まあでもその程度ですね。まあ一部ロケットランチャーが運動観音とか出てますけど、いうなんかインターネットの情報とかありますけど、まあそういうのもですね、一切ありません。実は80年代に少し持ってたんですね。でそれ もうすぐ廃棄しちゃったので、現存しません。それから、あとですね、米軍がいるっていう話がですね、インターネットでよく流れてて、これは何だろうと思って不思議でしょうがなかったんですね。で、結果、何を最初に発信してる人はおそらく意図的に誤解させようとして発信してるんだろうと思うんですけれども、2つの、理由が根っこがありました。1つはですね、米軍の、艦船が2010年に、カリブ海側の港に、半年ぐらい来たことがあるんですね。そこで、まあ、いろんなプログラムをやったんですけども、それでもってですね、米軍が駐留していると、基地があるというふうに、言っている。それを根拠にしてそういうことを言っている人がいるんですけども、それはですね、その時に半年間来ただけで、それもですね、戦後初めてだったのでですね、かなりの議論があって、そもそも軍艦を入れるか入れないかっていうので相当議論したんですね。で最終的に、まあ、これ2010年ですね、だから6年前、まあ、入れちゃったんですけれども、それもですね、まあ、違憲訴訟とか起きて結構大変なことになりました。でまあ、それ以来、また入れていないということですね。でこれは民間の港ですね、民間の港に入ったんですね。でそれからですね、あと、ココ島っていう島がですねあるんですよ、コスタリカに。どこにあるかっていうと、すごい離れたこの辺りに、この辺りにポツンと島があるんですね。世界遺産の島なんですけど、そこに軍事米軍基地があるっていうネット上の、情報がかなりあって、全く理解できないんです。できなかったんですよ。世界遺産ですから、自然遺産ですよ。世界自然遺産に軍事基地なんか作れるはずがないんですよ。でしかも Google マップとかでもう上から見れるわけじゃないですか、今衛星写真誰でも。だから絶対分かるはずなんですよ。もちろんないんですよ。だからこの情報の操作は一体何だろうと思ってずっと探してて、5年ぐらい探してやっと分かったのが、オーストラリアにココス島っていう島があるんですよ。そこに米軍基地があるんですね。でこれを引っ掛けた、まあいろんなこと考えるやつがいるなと思ってですね、考える方はですね気軽でいいんですけど、否定する方は大変なんですよ。いちいち何をその誤解の根拠としたのか、大変めんどくさい、ことがあるんですけれども、いずれにしても外国の軍隊は駐留しておりません。ちなみに米国、アメリカですね、軍隊が駐留している国何カ国あるかってちょっとね、いろんな人がいろんな数字を言ってて、僕もどれが正確な数字かわからないんですけど、大体世界の3分の1ぐらいの国に、あるみたいです。で、何万人だったかな、25万人か、25万人の兵士が海外にアメリカっていう国は駐在、駐留しています。25万人です。アメリカに、沖縄に何人ぐらいいるかというと3万5000人ぐらいいるんですよ。
ってことは世界中の在外米軍の 15% ぐらいが実は沖縄にいるんですね。でよくそのね 0.6% だけぐらいの面積に 75% 日本の中のですね米軍の 75% がいるっていうような集中の言い方をすることがありますけれども、それもものすごい集中の仕方だと思うんですけれども、世界中のこの世界の警察といわれる米軍のうち 15% があのちっちゃい島に全部いる。それすごいことだと思いますよ。ものすごい集中の仕方だと思いますよ。で、まあそれはともかくコスタリカにはいませんと、ね、軍隊もありませんと。で、軍備をじゃあ再軍備できるのかというと、これもできないというのが結論です。で確かにですね、憲法を見てみますと例の1枚目に書いてあります。1枚目、憲法第12条常備軍の禁止、もうそう言ったら分かりますよね。常備軍が禁止されてるってことは臨時軍はいいんだろうと、まあ、そういうふうに書いてるんですよ。この3行目、大陸間協定、これ要するに多国間協定ですね、集団安全保障と読み替えてもいいですとか、国防つまり自衛権ですね、個別的自衛権、そのためには軍隊組織することができる、はっきり書いてある。だけど憲法上やっぱり持てないっていうのが結論なんですよ。なんでと思われる方多いと思います。でその話に納得しないっていう人もたくさんいます。その人それに納得しないんであれば、じゃあ日本の憲法第9条に、どう逆さに振って読んだって、自衛隊みたいなものを持てるように書いてないのに、20数万人これまたねの兵力を持って、軍艦とか戦闘機とかですね、そういうものを持ってる、この矛盾を、あれは冒険だっていうその理論のズレとこれとどう違うのと僕は聞きたいですね。でもっと言うなら、こっちはコスタリカは持てるって書いてるけど持ってない、それは別に OK ですよね。でも日本の場合は持てないって書いてるのに持ってる、これはアウトでしょ。もうそこからあの話が始まっていくんじゃないかと僕は思ってます。で実際にですね、日本はじゃあなぜ自衛隊が合憲だと言われているのか、あるいは合憲と言ってる人の根拠は何かというと、解釈だっていうわけですよ。集団的自衛権だって解釈だっていうわけですよ、ね、じゃあコスタリカ人はこの軍隊を持てますと文字上に書いてあるこの条文をどう解釈してるかというと、持てないって解釈してるんですよ。臨時の軍であれ集団、個別的自衛権であれ集団的自衛権であれ、それを行使するっていうんで軍隊を再組織するってことはこの憲法ではできないという解釈をしてるんです。これは実際に確かめました、そういう解釈をしてるのかどうか。まあ、武器とかを持っているのは警察ですね。そういうところを組織しているのは公安省という組織です、国家組織の中では。で公安省の、まあ、役人の人たち、重役の人たち、それから、法学者、政治家、つまり国会議員とかですね、大統領とか、それから一般市民、誰に聞いても、現行憲法下では軍隊持てない。でもしいかなる場合であっても軍隊を持つんだったら憲法を変えなきゃ無理だ、でも変える気はない、そもそも軍隊を持つ気がないというのが、ほとんど全ての人が言ってることです。非常に特殊だと思うんですね。軍隊を持ってもいいとか、いう人探してもまず見つからないんです。コスタリカっていう国の中では500万近くいるんですよ。そこには23区の人口より少ないんですけど、まあでもその半分強ぐらいの人がいるんですね。その中で軍隊を持ってもいいという人を探すのは非常に難しい。でそれはなんでだろうって思った時に、最初からそうなのかっていうと当然違うんです。それを作っていった過程がやっぱりあるんですね。
ねえ、まあ、どうやって軍隊をなくしたか、3番、ここはすっ飛ばします。後でお時間あるときに読んでください。簡単に言うとですね、まあいろんな偶然と必然が重なって軍隊をなくしました。とりあえず軍隊がなくなったというところから話を始めることにします。日本だって軍隊を一見なくしたわけですよね、戦後で。その後いろいろあって気がついたら軍隊が復活してたみたいな話なわけですよ。で、日本も戦争に負けなければ軍隊が一瞬であれなくなるってことは多分なかったと思います。で、戦争に負けるってことをしたので、軍隊が終戦後なくなったわけですよね。で、それってまあいろんな必然と偶然の、まあ、重なり合いの結果、歴史的な結果だと思うんですけど、コスタリカもそうです。まあ、いろんな偶然と必然があって、軍隊がないという状態になりました。ただし一つ大事なのは、軍隊をなくそうとした人たちがいて、それを提案し、みんなで話し合って合意して実行したということ。軍隊がなくなるっていうことはないんです。そういう現象は地球上に存在しません。誰かがなくすということしかないんですよ。ここが一番大事なことです。この1948年にともかく軍隊をなくすという宣言を当時の国のトップがしたんですね。そこから、実は冒頭の気候変動問題まで脈々と流れていきます。70年間、68年ですね、の時間が流れていきます。まあ、その間にですね、まあ、いろんなことがあったので少しその間の説明をしたいと思いますけれども、まあ、軍隊をなくしてからですね、例えば日本の場合に軍隊をなくしてからいろんなことが起きて、やっぱりこれじゃいかん、軍事力が必要だということで、まあ、1950年の警察予備隊から始まり、52年に保安隊になって、54年に自衛隊となって、どん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 それが、軍備を増強していったわけですよね。で、軍備を増強するだけではなくて、特に、冷戦が崩壊することによって自衛隊の活動の範囲が飛躍的に広がっていきました。1992年 PKO 法というものができましたね。これで海外に、出ることができるようになった。自衛官が自衛官という資格のもとに海外に行って、仕事をできるようになった。これ非常に大きな転機でした。そこからですね、いろんな法的な積み重ねがあるわけなんですよね。有事法制ありましたよね。それから、これもそれもいろいろずるずる書いてたと思うんですが、書いてなかったかな。まあともかくですね、法的にもどん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 、いろんなことが変えられていた。例えば秘密保護法とかもですね、それにまつわることですし、マイナンバーとかもですね、そういうことにまつわるかもしれないわけですし、今後、もちろん、簡単に自衛権を容認するという憲法の解釈変更、閣議決定、これも大変、重要な転機ですね。近年の中で一番重要な転機ですね。まあ、なんか日本のことを話しちゃいますけど、これを話すのはなぜかというと、2014年の7月1日でしたよね。集団的自衛権の容認という閣議決定、これは政治学的に非常に大変大きな意味があって、それは何かというと自主クーデターというものなんですね。これはで自主クーデターっていうのは何かっていうと、クーデターってまず何か皆さん分かります？政権が、国の政権があったとして、その政権に対して、決められた手続き以外の手段で政権を奪取すること、これをクーデターと言います。だから、まあ、多くの場合は流血を伴いますが、無血クーデターっていうことを聞いたことがあると思います。つまり血を流さないで政権をひっくり返した。ただし手続きちゃんと、決められた通りにのっとってないっていうこともあるわけですね。例えばフィリピンで起きました、そういうことが。で、つまり誰か政権の外にいる人が政権を取ることがクーデターなんですね。自主クーデターって何かっていうと、自分で政権を持ってるやつが、さらに非合法な
つまり手続き的に正しくない手段で自分の権力を強化することなんですね。具体的に、もう少し具体的に言うと、自分の権力を縛っているものは何かっていうと、権力者にとって憲法なんですよ。なので憲法の一部または全部を停止したり猶予したり捨ててしまったりすること、これを自主プーデタと政治学上は呼ぶんです。で、安倍政権がその2年前の7月にやったことっていうのは、まさに、憲法の第9条で規定されていること、つまり憲法の一部の、規定を停止したことなんですよ。それって純粋に政治学上、政治学的に言って自ら起こしたクーデターなんですね。なので政治学的には非常にその2年前のことは重要になります。で、その憲法をねじ曲げた上に乗っかる形で安保法制っていうものを起こしたわけですね。あれもまたすごいインチキですよね。委員会採決が、実際行われて、いないのに行われてたかのようになってしまったとい まあ、非常にインチキが起きたわけなんですけれども、コスタリカはですね、で軍隊なくして同じ、大体同じぐらいの時期に軍隊いっぺんなくして、その後じゃあどうだったのかっていうのを見てみると、やっぱりいろんな事件は実は起きてるんです。いろんな事件は起きてるけれども、かろうじて再武装しなかった、再軍備しなかったというのが結論なんですね。で、その中でじゃあやっぱり再軍備した方がいいんじゃないかっていう話がなかったかというと、やっぱりあったんです。で、その誰に聞いても、コスタリカ人のですね、誰に聞いても軍隊を持つべきではないって答えるようになったのは、実はこの、30年弱の話なんですよ。でよくその軍隊がなくなったのが1948年とか49年なので、そこからずっと平和な国だっていうふうに、感じてる方もたまにいらっしゃるんですが、実はそうではないんですね。軍隊を持った方がいいんじゃないか、いや、やめた方がいいんじゃないかっていう議論をやっぱ30年ぐらいずっと揉んできたんですよ。でそれはどこであの議論が盛り上がるかっていうと、選挙なんですよ。選挙できちんとそれを議題にして、候補者がですよ、これ再軍備した方がいい、再軍備派ははっきり言うのかで、非武装派は、いや非武装がいい、じゃあ非武装でどうするのかっていうことをきちんと言って、それを、もちろんメディア上でもそうだし、路上でもそうだし、いろんな集会でもそうですし、いろんなところで、意見を戦わせ合う。で、それは、それをコスタリカの国民がみんな見て、で、自分はどうだ、いや、これお前はどうだという意見をどんどん交わし合う。で、選挙期間って、コスタリカの場合大統領選、4ヶ月間あるんですね。4ヶ月間あると、それなりにやっぱり深い議論が、できるんですよ。ちなみに日本の国政選挙でも、日本の国政選挙って17日間しかないんですね、一番長いんですね。下手すると、ちっちゃい町村とかだと5日間くらいで終わるんですよ。5日間だと候補者の声すら聞かずに終わっちゃいますよ。で、日本での、日本の選挙期間、17日間って言いましたけれども、17日間以上なんですね、正確には。なので前回の参議院選、18日間ありました。で、なんでかっていうと、6月22日を告示日にするのを避けたかったんですね。沖縄絡みの日なので、その日に引っかかると、自民党としてはあんまり気持ちよくない、なんかいろいろ言われそうで嫌だって言って1日ずらした。1日小さいんですけどね、やってることがね。そういう小さいことが全部積み重なっていくと今みたいな、状態になるっていうことですね。で、逆にコスタリカも小さいことを積み上げてきました。その代わり、それをが非武装という方向だったというだけなんですね。1949年、軍隊をなくしてすぐクーデターを起こそうという一派がいたんですけれども、なんとか事前に鎮圧してことなきゃいけない。で、そうですね。それから1949年、軍隊廃止宣言の、わずか9日後なんですけれども、隣の国から攻められたと。1955年にも全く同じことがありました。隣の国にニカラグアなんですけど、ただ攻められたってことがありました。で、これですね、なんとかこう予備役とかを招集して、
いるんですけれども、まあ、再軍備というよりも、まあ、武器を持って、前線というかですね、国境の方に行ってくれという状態に、なって、まあ、実際に大規模な戦闘が起こる前に簡単に言うとアメリカに潰してもらったんですね。でこの冷戦時代っていうのは特にこの地域っていうのはもうアメリカが当然ワイブルですからアメリカの、言うことを聞かないと国ごと潰される、それがこのラテンアメリカという地域です。で実際にこのメキシコより南の国でこの大陸部分、特に大陸部分で、1945年、第二次世界大戦以降アメリカ合衆国によって政権を転覆されなかった国っていうのはメキシコとコスタリカの2つしかないんですね。あと全部最低1回はアメリカに、手を入れられて、政権を転覆されている、そのほとんどが軍事的にやられている、まあ、クーデターか内戦を起こされたかどっちかですね。で、まあ、そういう状態なのでそれをコスタリカは逆手にとって攻めてきたのはニカラグアなんですけれども、このアメリカがニカラグアに対して圧力をかけるように持っていったんです。で、まあ、要するに戦争やめろと、でニカラグアお前が悪いというふうにアメリカが言ったわけ、そういうふうに言うように、コスタリカが仕向けました。でその仕向け方も非常に巧みでですね、ニカラグアが悪いっていうふうにするためには逆に言うとコスタリカはいい国だっていうアピールをが通ればいいんです。そうすれば、そんないい国に攻めるやつは悪いやつだっていう議論が成り立つんですね。国際関係って複雑のように一見複雑であるかのように見えるんですけれども割とね人の感情とかでやっぱり動くんですよ。でそういう感情っていうものを大事にする外交はやっぱりですね。でこの例えば攻められた時にですね、アメリカに頼んだっていうよりは実際は、米州機構っていうこのアメリカ大陸全部のこのカリブ海地域ですねの国が入っている地域機構、国際的地域機構というのがあります。これは、簡単に言うと国連のアメリカ州バージョンです。なんでそういうことが言えるかというと国連憲章の中に、地域連盟を作ることができる、地域機構を作ることができるというふうに書いてあるんですね。でその、位置づけなんです。でそこにコスタリカは隣から、武力侵攻してる、これは不当であるというふうに訴えたんですよ。で大変なことだからこれは緊急理事会を招集しなきゃいけないということで、この米州機構の事務局長がわた、じゃあ今から、理事をみんな集めます、で理事会を開きます。なので1月の話、ワシントン、1月のワシントンに行ったことある人、まあ、あるいはアメリカ東部、冬めちゃめちゃ寒いんですよね。この上の方、そのくっそ寒い時に、召集をかけるというんでコスタリカの大使がいやちょっと待った、できるだけ早く召集はしてほしいけど召集は夜にしてくれ、深夜にしてくれって言ったんですね。でくっそ寒い1月のワシントンで昼間呼び出されるよりも夜中に電話が鳴って今からすぐ来てくれって言われた方が何事かってみんな思うわけなんですよ。たったその数時間なんですけど、その数時間で人間に与える心的影響っていうのをコスタリカの大使は考慮して、この緊急理事会、米州機構の緊急理事会招集の要請をしたんですね。でそれが、まあ、うまく機能した。まあ、相手も人間だってことなんですね。みんな人間だってこと、その人間の小さな心のひだをうまく利用することで、それはやっぱり大変なことだっていうふうにみんなに思わせることに成功した。それからですね、
まあ、それが、まあ、うまくいったので、この1980年代にこのお隣の国ニカラグアでまた大変なことになって、内戦が1980年代ずっと起こってたんですね。でここで内戦やってると、これがドンパチドンパチやってると、それがだんだんこう国境を越えてですね、コスタリカ領内にも入ってくるんですよ。戦闘がコスタリカ人は別に戦闘してなくても、ニカラグア人たちが戦闘してるのがどんどんこう国境を越えてこっちに入ってくる。でまあそれを起こしてたのは、まあ、左はどこかというと、このアメリカからこう CIA とかが入ってきてやってきたわけなんですけども、まあ、それでですね、黙ってたらコスタリカの領土が結局戦地になってしまう。で実際どんどん越境してきてたので、それに対して、再軍備をして国境を固めるのか、それとも非武装の路線で何か別のことを考えるのかということが、問われました。1980年でずっとそのことを議論してたんですね。で選挙って4年に1回あるんで、やっぱり4年に1回ごとにそのことが議題になるんですよ。で1982年に選ばれた大統領がまず、ここ中立地帯にしましょうと。で、積極的衛星非武装中立宣言という長い、宣言文があるんですけれども、要するに単に非武装だとしか言わないと、それだけじゃ解決にならないと言われるわけなんですね。で中立って言っても破られたらどうしようもないじゃんっていう話にやっぱりなるんですよ。中立だって言ってもそのお隣のニカラグアで戦ってる人たちがそのままどん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 やってきたら、なすすべないじゃないか。でそういうふうに考えると、再武装化に対して、もう一つポイントが必要だったんですね。でそれが何かっていうと、この積極的衛星非武装中立宣言の積極的という部分だった。積極的中立という言葉があって、これは何かというと、誰かと誰かが争っていた時には、争っている時にはどちらの味方もしないっていうのが中立ですね。ただし、その仲介にはどんどん関与してきますよっていうのが積極的中立なんですね。ね、どっちにも加担しないから自分のことはほっといてくれっていうのが消極的中立です。でこれはこれでうまくやってる例がスイスですよね。で、うちはどこにも加担しないから、うちに誰も入ってくるなというのがスイスのパターン。これいい悪いの問題じゃないですか。パターン類型の問題です。でコスタリカの場合、この消極的中立という路線パターンを取ってしまうと、いずれにしてもその隣の国の内戦がどんどん飛び火してた状態なので、それじゃあ物事ストップできないっていう状態だったんです。なので積極的中立という立場を取らざるを得なかったんですね。でこれがその次の、選挙で問われるわけです。1982年に新しい大統領がで、誕生して、その大統領モーヘンさんっていうんですけど、その人が翌1983年にその中立宣言を出した。積極的中立の積極的衛星非武装中立宣言を出した。そしたらその次の選挙って1986年になるんですが、そこで当然それが妥当かどうか問われるわけなんですね。でこの時本当に大激論になりました。レジュメのどこかな、今話して。今ですね、レジュメの、5、はい、5、これは 1,2,3,4 ページ目ってことになるかな。まあ、レジュメに書いてあったりなかったりするんですけどね、話の内容はですね。何を話してましたっけね。ああ、そうそうそう、1986年の選挙で再武装をするのか、それとも非武装でその積極的、つまり、お隣の国ニカラグアでやっている内戦に、非武装の形で介入をして、仲介をして戦争をやめさせる、殺し合いをやめさせるという働きかけをするのか、どっちなのかっていう、議論になりました。それぞれそれを主張する候補者が出たんですね。で、再武装派は再軍備派は結局何を言いたかったかっていうと、そう再軍備するってことはイコールアメリカとつながるっていうことなんですね。でそうなると、ニカラグアでやってる内戦っていうのは、CIA が作ったアメリカ
からこう武器なり何なりが全部仕組みなりが全部流れてる組織と、政府軍との戦いなんで、その反政府軍につくっていうことを意味するんです。コスタリカが再武装するってことは。で、要するにアメリカからですね、資金なり武器なり物資なりがコスタリカに一遍入ってきて、この手続きになってますよね。こっからこう、反政府勢力がどんどん入っていく、そういう構図を作るっていうことになってしまう。で、そうなるとこのお隣の国ニカラグアからのニカラグア政府からすると、敵国ということになってしまうんですよね。でこっちは軍隊とりあえず今持ってないので今から再軍備しましょうとか言っても、再軍備するって言った時点で 敵判定されちゃうんで、やっぱりあっという間にコスタリカの国が火の海になってしまう。まあそれも、まあでもその前にやっぱり武装を、そうなる前にパパッとアメリカからですね、武装をですね、まあ、持ってきて、で、まあ、国境を固めようという意見、これもやっぱり根強かった。これやっぱり、ね、半分ぐらいそういう意見だったんですよ、国民の中で。で残り半分は、いや、あの非武装のままの方がこの物事は、この問題は正しく解決できるというふうに主張したんですね。で最終的に選挙の結果で、選挙の結果、その積極的非武装中立派の候補が勝ったんですね。その当時の与党ですね、つまりの候補が勝ったことで、まあその選挙の結果によってその積極的非武装中立っていう路線が、承認をされたんですね。その前はそのことを議題にしなかった大統領がそういう宣言をしたわけです。積極的非武装中立って宣言をした。それに対して、正当性を、選挙を一遍減ることによって正当性が付与されたんですね。でそのことで、その当時のその時に選ばれた大統領アリアスさんという人なんですけども、が、その当時ニカラグアだけではなくて、その、北の方エルサルバドル、そしてそのさらに北グアテマラ、この3カ国で内戦をやってたんですね。これ全部まとめてやめさせるっていう話し合いをしましょうということで、1986年から話し合いを始めました。でそういうふうな枠組みで話し合いをしましょうという提案は選挙にしてたんですよ。でそれを国民有権者はやっぱり見て聞いて話し合ったんです。でそれを支持したんですね。で、まあ、その結果ですね、これまでそのここら辺の内戦を仲介しようとしてたあの他の国ってたくさんあったんですけど、いろんな働きかけがあったんですけど全部失敗してたんですね。それをわずか1年で、まとめた。で1987年翌年ですねに、この仲介が成功して、3つの国、お隣の国だけじゃなくて中米全体の内戦を、まあ、終わらせるという方向でいきましょうという、合意文書にみんなで調印をしてもらったんですね。そのことでそのアリアスさんという人はノーベル平和賞を受賞しています。そこからなんですよ。でそれでその事件があったからこそ、あ、やっぱりこの非武装の路線が、まあ、彼らにとって少なくとも正しいという確信を持たせることになったんですね。でそこから今も1990年代以降はもう誰に聞いても軍隊はあっちゃいけないというふうに答えるようになった。非常にその時間がかかってるんですね。1948年からだから58年、68年、78年、まあ、35年から40年ぐらいの時間をかけて、非武装がの方がより強いという確信を得るんだった。それ一朝一夕にはいかないというふうにやっぱり考えた方がいいと思います。で、コスタリカ人にもよくこれは言われます。でただ一旦そこまで行くとめちゃくちゃ強いんですよ。なんでかっていうと、今のコスタリカ人、生まれてほとんどの人が生まれた時から軍隊がないという状態なんですよ。それが当たり前なんですよ。周りに空気があるとか、蛇口をひねれば水道が水が出るっていうのと同じぐらい
当たり前の感覚で軍隊がないっていう状態なわけです、今のコスタリカじゃなくて。だから軍隊があるっていう状態はむしろわからないんですよ、彼ら。何それ、その後どうなるのっていうふうになるんですね。そういう、それぐらいの状態になっていく。そこまで来たらもう、本当に軍隊は何をどうやっても必要ないという状態になるし、そうなると戦争も起きないんですね。起こしようがなくなる。じゃあなんでそういうふうな人々がですね、そういうふうに考えるように、まあ、時間がかかったとはいえ至ったのかっていうことを考えるとですね、やっぱり民主主義ってすごく大事なんですよ。まあ、話し合った結果、話し合いを何十年も積み上げた結果、非武装でいきましょうっていうふうに彼らは結論を出したわけなんですけども、何十年もかけて、その結論を出す話し合いのプロセスこそがまさに民主主義なんですね。みんなで話し合って合意を積み上げていく。で、民主主義の基本というのは、まずそれぞれ立場が違って意見が違って、若干であれ大幅であれ、いろんな意見がある人たちが集まって話し合いをした結果、出発点が違った、もともと違った意見のはずなのに、何かの一点についてはそのあとも合意をする、コンセンサスを得る、これが民主主義なんですよ。すごく矛盾してるんです、民主主義っていうのは。まずそこに参加する一人一人の多様性を認めることが前提、つまり全員絶対違うんだっていうことが前提としてありながら、もう一方ではコンセンサス全員一致を求めるんですね。ものすごく矛盾してると思いますね。でもこの矛盾を限りなく付き合わそうとしていくのが民主主義っていう営みなんですよ。ってことはですね、もう全ての人が全てのことについて全部合意するってことはありえないでしょ。だから民主主義 100% の民主主義っていうのは理論的にはありえても現実的にはありえないんです。でも現実的にはありえないからこそ、その 100% の民主主義にどれだけ近づけるかっていう努力を常に怠らないことっていうのは重要なんですね。もちろんその怠らないことが民主主義なんですよ。でコスタリカ人はそれに気がついたんです、そうやって話し合いをずっとしていく中で。でなんでそういうことがじゃあ起きたんだろうと思うと、その1948年に軍隊をなくした、あるいはその1948年に軍隊の放棄を宣言したというのが正確なんですけれども、そのきっかけになったのは、日本が戦後その軍隊をなくしたのと、まあ、似たようなもので、そこでも内戦が、コスタリカでも内戦があったんですね。で内戦があって、まあ、当時コスタリカで2000人ぐらいの人が亡くなって、でそれでもう、いやこれ以上軍隊持ってるとやばいからもうやめましょうっていう話になった、ざっくりとそういうことなんですけども、でその内戦の発端が何だったかっていうと、選挙なんですよ。選挙で与党と野党が対決して、その結果野党が勝った、でも与党がそれを認めなかったっていうんで、ぐちゃぐちゃになっちゃった。でも選挙の不正とかがすごい横行して、政治腐敗とかものすごいことになったんですね。なのでまず民主主義をきちんとすることが、そういう殺し合いとかまで発展するような暴力的な社会的分断、話の一番最初に戻ると統合と分断っていう話をしましたよね。で選挙とか民主主義とか政治とかが腐敗をしていくと、社会がどんどん分断をしていきます。その分断が暴力化していきます。なので選挙とか民主主義とか話し合いとかいうことをきちんとかなりしっかりと制度化しないといけないというところが、実はこの1948年にあったいろんな改革とか革命とか言うんですけどのポイントだったんですよ。だから軍隊をなくすために革命をしたわけじゃないんですね。民主主義のための革命を彼らは起こしたんですよ。でその民主主義のために軍隊はなくした方がいいっていう判断をたまたましただけだったんですね。でそこで、選挙最高裁判所っていうのができます。まあこれはもともと選挙最高裁判所という機関があったんですが、それを強化しました。で若干名前も変えました。名前を変えたんですけど、日本語に訳すとどうしてもやっぱり旧名称も新名称も選挙最高裁判所としか訳せなくて僕は困ってるんですけど、まあ、ともかくですね、
どうしたかっていうと、普通選挙を扱う機関って行政府の中に入ってるんです。それを引っこ抜いた。で、司法にも立法にも行政にも、干渉されない第4権っていう形で、普通3権分離してますよね。その3権、どの3権にも属さない第4権として選挙っていう部分を全部外に出して独立した機関にしたんですね。で、そこが全て選挙を司る。で、行政にも左右されないし、立法にも左右されないという状態で、選挙を続けてきた。で、やっぱりその選挙の不正とか政治腐敗っていうのを払拭するのはそう簡単じゃないんですね。で、まあ、その1948年から数えて大体、4回ぐらい選挙をやって、4年に1回なんで16年とか20年とかかけてやっと、選挙で物事を変えられるんだっていうふうにコスタリカ人も思い出したんですよ。で、その投票率を見れば分かるんですね。最初まあ、60% ぐらいだったんですね。それがどんどん上がっていって1960年の過ぎたあたりから、80% を超える、8割をずっと超える数字になってきたんですね。で、8割を超える人たちがやっぱり投票するっていうのは、それだけ、選挙で自分たちが社会的な何かの実現をしようという現実性をみんなが感じているというふうに、というその表れだと思うんですね。で、それがその高投票率に結びに表れている。で、その積み重ねの上にやっぱり話し合いで物事を解決するっていうことにだんだん慣れてきた彼らは、あるいは表現の自由というものが保障されているからこそ何でも言えるっていうことにだんだん気がついてきた彼らが、それは外交でも一緒だっていうふうに考えた。その結果が1986年の、再軍備派の大統領候補が負けたっていう背景になったという、まあ、非常にですね、長々とした大変な話があったんですけれども、それでですね、まあ、その軍隊がないっていうことをコスタリカはやっぱり逆手に取るというか、最大限に利用して、うちは軍隊ない国ですからっていうことを世界中にアピールしつつ、例えば、軍縮条約とかですね、武器取引制限条約とか、そういう国際的な平和の話し合いの場でいろんな、こうイニシアチブを取って話し合いを進めてきました。あるいは核軍縮とかでもそうですなんですけど、それだけではやっぱりそれに満足しないというところがコスタリカ人のすごいところで、1980年代ぐらいからその平和の働きかけはやりつつも、環境問題によって、世界の平和というものを達成するというアプローチを始めたんですね。その延長線上がまさにこの気候変動の問題なんです。で、これをですね、ちょっと紐解いてみようと思って、今年の8月から9月にかけてコスタリカに行ってきて、まあ、実際9月の頭にですね、いろんな調査をしてきました。それでびっくりしたというかですね、ちょっと私自身も驚いたのが、再生可能エネルギーによる発電率は 99% ぐらいって言いましたよね、最初。で、これってそもそも政策的にはどこまで遡るんだろうと調べてみたら、なんとこの軍隊を廃止したっていう期間、1年半の期間があるんですね。1年半の改革期間があるんですが、その時に、国営の電力会社を設立するという法律を作った。法律が449号ってのがあって、その中ですでにできるだけ自前の、なおかつ、環境をに最大限負荷がかからないようにする方法でエネルギーを確保することということが書いてあった。それを知って私はびっくりしました。はあ、そういうことを考えてたんだなと、この軍隊をなくした人がやっぱり考えたわけですよ、その人たちがね。で、その軍隊廃止宣言、軍隊廃止の宣言をしたホセ・フィゲルス・ペレールという、まあ、当時の国のリーダーがいるんですが、この人の娘がこの気候変動枠組み条約の事務局の事務局長を2期6年務めてたんです。
でこの間任期2期の任期が終わって辞めたんですけども、その任期の一番最後の花道としてこれの COP21 パリ協定があったんです。であれも、合意できないんじゃないかと、最終日ですね、どうしても話がつかなくて合意できないんじゃないかっていう状況だったんですね。でそこをなんとか少し時間をオーバーしたけども合意に持っていった。その裏にはその、軍隊廃止宣言をした人の娘の働きがあったというふうに、言われるんですけども、それはなぜかというと気候変動問題とかそういう問題ってあの昔ながらの国際関係の、紛争モデルに当てはめると何かというと結局南北問題になるんですよ。先進国がどんだけ、これまで、好き放題、二酸化炭素を出してたのか、でそれに対してじゃあ途上国がこれから、発展していくのに二酸化炭素を出さなきゃ発展できないじゃないかっていうんで、先進国と途上国の間でどうしても意見が合わない、これが一番、乗り越えるのが難しい問題なんですね、この気候変動の問題で。でその娘さんクリスティアナ・フィゲレスっていうんですけども、彼女は1980年代からつまりもう若い時から、自分のキャリアとして、持続可能な開発と環境問題というキャリアをずっといろんな、組織なので、勤めてきた、キャリアアップをしてきたんですね。その結果この2016年、になる。でそう考えていくとものすごくやっぱり先を見てるんですね。30年先50年先を見て、その30年先には何が最も重要な問題になっているだろうかということを考え、そこに投資するんですよ。で例えばその、再生可能エネルギーにしたって投資しなきゃいけないんですよ、ね、石油とか石炭とか燃やしてエネルギーを作った、電気を作ってたやつを、しかも経済ってどんどん発展していってたわけなんですね。でこの20年間で電力需要って2倍になってます。その中でもっと電力を作らなきゃいけない、じゃあどうするかって言った時に、まあ、外国のコンサルなんかが入ってきて、もう火力発電が一番安いですよってやっぱ言うんですよ。で実際言われたんです、コスタリカの政府。その時1980年代ですね。でその時の環境大臣にもこの間話を聞いてきました。やっぱりですね、その火力を入れろっていう外国のコンサルが入ってきた。で結局それを蹴ったんですよ彼は。でなんで蹴ったのっていうと、やっぱりね見合わないって言ったんです。1980年代の段階でそれ見合わないって言えることがやっぱりねすごいと思うんですよ。でも考えたら分かるはずなんですよ。考えたら分かるはずなんだけど、実際にそう思ってそれを実行するっていうことを、頭で分かるってことと実行するっていうことの間にものすごい差があると思うんですね。そこが、まあ、できるっていうのが本当にすごいなと。何が違うかって人間力が違うなと思ったんですよ。そう思ったことを実行するっていう自分の人間力が違うなっていうふうにすごく思ったんですね。で結局どうしたかっていうと、地熱開発を始めたんですね。で自分のところに金はないからどうしたかっていうと、実はこれ日本なんですよ。日本がかなりの額、コスタリカの地熱発電に投資してます。で今、送電力の総発電量の大体 13% ぐらいが地熱発電です。で彼らはこれをベース電源と位置づけてやっています。でよくあるパターンで、単に、施設を作ってもらうのもお金も借りるわけなんですよ。返さなきゃいけないし、でしかも、その施設を作った後運営する権利を外国の企業にそのまま渡すことがあるんですね。でコスタリカの地熱発電もそのパターン で、例えばある非常に一番大きな今地熱発電所ではですね、丸紅ですね、丸紅が15年間創業してそこの儲けは全部丸紅が持っていきますよ。コスタリカはそれでいいって言ったんですよ。でも逆に言うと15年経てば自分たちのものになるわけですよ。でそこにもう施設は残るわけでしょ。で15年間はそれは吸い上げられるかもしれんけど、後に残るから
それでいいと。で実際2000年に稼働して、去年コスタリカの政府、コスタリカ政府というかコスタリカの電力会社、国営電力会社に、運営権が移譲された、現場に移譲されたんですね。でこれからはもうメンテナンスするだけでどんどん電気が出てくる、できるという状態になる。非常にあのうまいなと思いました。で何してもですね、そのでこのそのケースで言えるのは、例えば日本は儲けたいと思うわけですよ。その儲けたいって思うその人たちの気持ちを、自分たちは、電気が欲しい、でできるだけ再生可能エネルギーの電気が欲しいって言った時にどうマッチングさせるか考えると、相手の儲けたいっていう心を阻害しない形で、なおかつそれを環境に優しい形に落とし込んでいくっていう枠組みを考えた。それが15年間に、営業権譲渡しますよっていう形だったんですね。もう結論は本当に人間力だな。一人一人が考えることって、人間ってそんなに大差ないと思うんですね、考えることっていうレベルで言うと。でもそれをやっぱり実現するかしないか、できるかできないかっていうところで、まあ結果が分かれている。あれ行動に起こすか起こさないか。でコスタリカの人たちはやっぱり行動に起こして、それを実証することで平和とか環境問題に関して、世界的にやっぱり発言力の大きい国になった。で日本はやっぱり発言力が今どんどん小さくなっていく方向にあらゆる問題で動いてるんですね。でパリ協定に関しても、TPP の批准を先にしてしまったがために乗り遅れたわけです。でその次にのマラケシュでの COP22 では、原油加盟国としての話し合いに臨めなかったわけですね。オブザーバーとしてしか参加できなかった。で最初言ったように、これ196カ国という国連加盟国よりも多い国々の枠組み、世界的にそこから平和を追求できる可能性がものすごく高い枠組みの中で、積極的な地位を獲得できなかった。でこれは確実に、国会の、ミスというか問題だったし、外務省もダメだったんだろうなと思うんですけど、そういうその先を見た時にどういう判断、どういう行動した方がいいのかという、先を見る目と行動が日本には欠けてるんじゃないかということがコスタリカを見るとすごく、分かってくることですね。で、まだまだちょっと話しきれてないこともいろいろあるんですけれども、一番最初に話は戻るんですけども、ずっとこの人類の歴史って、人類が世界中に広がって以降ですね、統合と分断っていう2つの動きをずっと繰り返し、あるいは同時並行的に起こりながら、歴史を積み上げていった。でその中でいかに統合に絡めるか、私たち自身が絡めるかっていうことが、どう平和な社会になっていくかとか、自分たちがどう平和を作るかっていうことの非常に大きな鍵になると思います。でその統合というのも、いろんな違う立場の人たちがいて、いろんな違うバックグラウンドの人間がいたときに、どこで一致点を見出すかっていうコンセンサスを求める話し合いを積み上げていくってことが、その統合のプロセスなわけなので、それがイコール民主主義っていうことなんですね。そういうことをですね、考えていけたらというふうに思います。今日はですね、ちょっとざっくりとした話になってしまったんですけども、ざっくりとした部分をもうちょっと深掘りしようと思ったらですね、こういうものとかですね、こういうものとかですね、あれですね、こういうものとかですね、これね、3つ合わせて2500円と2500円で全てが分かるという仕組みになっておりますので、よろしかったら見てください。かなり時間を食ってしまいましたけど、一応私の話はこれで終わりにしたいと思います。
会場の時間があると皆さんの時間の許す限り。じゃあせっかくですので、質疑を取りますが、ちょっと今、2回に聞いてみたいこと、終わりの方で、ちょっと、何人かの方に限らせていただくとは思うんですけど、ぜひ、この件を挙手いただけたらと思います。いかがでしょうか。利権の美味しい汁だったりとかするかもしれないし、そういうものなんですね、あるいは、なんかこう自分の信念的な宗教的な信念かもしれないし、いろんなものを、実現したい。でその表層部分が、まあ、議会の議論だったりとか、その議会に関わる議論だったりとかすると思うんですね。で本質的にあなたはどういう利益を求めているんですかっていうところに、まあ、切り込んでいくって、これ多分ねすごく嫌がられると思います。嫌がられると思うんだけども、それ直接やっぱり聞くと嫌がられるので、それが何かっていうのを、まあ、変化球なりなんなりで攻めていくなり、まあ、調べていくなりして、本当はあ実際欲しいんですよ、こういうのが欲しいんでしょっていう、でそれだったら私はこういうのが欲しいで、そしたらその落としどころって、実は今表でこういう議論してることが全然違うことじゃないっていうような多分話になると思うんですね。多くのことでそういうふうになると思います。でコスタリカ人がこういう国ができたのは、この人たちめちゃくちゃ本音で話すんですよ。で、あとすごくなんか、やっぱり結構自分の利益大事にするんですね、みんな。だからこう理想で平和とか民主主義とか人権とか環境とかを達成したんじゃなくて、例えばその、火力発電所を突っ張れて地熱発電所にしたっていうのも、そっちの方が利益があるから、経済的にも利益があるっていうふうに考えたんですよ。で日本で例えば原発の話一つ取ってみると、原発を推進しようという人たちは何を求めているかというと、やっぱり一番は経済的利益だと思うんですね。で、まあ、その経済的利益っていうところに関して言うと、いや違う道ってたくさんあるじゃないかっていうことは言えると思うんです。でそれでも折れないっていう状況になってきたときに、じゃあ実際裏切られること、本当に彼らが欲しいものって経済的利益じゃないんだっていうことがもしかしたら見えてくるかもしれません。そうやってどんどん相手の真に欲しい利益があるのかっていうのを追求していくことが一つの道かなと思います。本音でっていうのがやっぱりなかなか理解ではできなくて、あなたの立場だとこうでしょう、あなたたち路線反対でしょみたいなことから入るので、あれはそれ難しいですね。はい、よろしければ、はい、じゃあ今お二人手が上がったので後ろの方から
この再生可能エネルギー 100% に発電とありますけど、はい、地熱発電が 15% と言われて、あと残りは何なんですかね。水力が主です。で、これも大規模水力なんで、実際にその今再生可能エネルギーという定義がに関してはかなり揺らぎがあるんですよね。で、大規模水力は、再生可能エネルギーと言わないという定義も厳しい見方ではできるんです。でそういうことで言うと、まあ、99% とは言えないんですけれども、まあ、7割強がいずれにしても水力です。で、13% が、地熱でしょ。でそれから残りがのほとんどが、風力です。で今風力発電の建設、風車建設ラッシュが起きてまして、そこも見に行ったんですけど、もう風車だらけものすごい状況です。で、それがどんどんこう増えていて、で、火力を減らしてるんですけど、で火力が 1% ぐらいなんですね。あの全体の発電量なんですよ。で発電量で見ると 1% なんですけども、施設容量、つまり全ての発電所が全部ワッと発電したら最大どのくらい発電するかっていう割合で見ると火力が2割なんです。つまりで発電所そのものはものすごくでかくて、あのめちゃめちゃ電気を起こせる火力発電所を持っています。ただ使わない。で火力発電所も見てきたんですよ。すっごい最新型のかなり新しいピッカピカのめちゃめちゃでかいのを作ってるんですね。で、なんていうんですかね、そのいろいろ火力発電所の人といろいろ話を聞いて、彼らが考えたことはどういうことだろうと想像したのは、なんていうかこう向かないことに意味がある刀みたいな、そういう位置づけ。そういう引き金なんですよ。でなんかやっぱり例えば、送電網は一気にドーンと落ちたとか、なんかこう、その水力発電にすごくやっぱり頼ってるので、そこが何かあって全部ドーンとなったら、それなりの大きな電力を起こせるものが必要になってくるんで、まあ、一応でっかい施設容量を火力としては持っている。ただし、普段基本的には使わないと。でどうしてもピークの時期のピークの時間どうしても足りないという時だけ火を起こすという使い方で、だから実績が 1%。 ちなみにその施設容量でいうと地熱は 6% しかないんです。つまり 6% 持ってれば、というか地熱はその施設容量の倍ぐらいを回せるということなんですね。でこれ、原発にすごく似てるんです。要するにずっと回しっぱなしができるっていうか、回しっぱなしが基本のプラントなんです、地熱って。原発もそうなんですね。回しっぱなしが基本のプラントなんですよ。なんで地熱ってものすごく効率がいい、かつ安定してる、一番安定してるんですね。で、まあ、そういう使い方をして、まあ、だってそういう電源構成だから、電力、地熱は小さいけれども、施設よりは小さいけれども、実際はかなりその倍ぐらいカバーをしていて、でメインは水力 で今風力がどんどん伸びてる。で雨季と寒季があるんですよね。でやっぱ寒季の終わり頃から雨季の初めにかけて水が足りなくなるっていうことがあるんですね。ところがいろいろやっぱり彼らも気象学とかなんとかいっぱい調べて、その結果分かったのが、水が少ない時期は風が多いってことが分かったんです、この地域。だから今風力ラッシュなんですね。で結局その水が足りなくなった時期を風力で補えば、ちょうどその気候的にはぴったりマッチするんで、それでほぼいけると。でベースは地熱、この3つのコンボで 100% 達成できるっていう確信をようやく最近になって得たという状況です。5年ぐらい前に同じことを聞きに現地調査しに行ったんですよ。でその時は再生可能エネルギーが 92-3% ぐらいだったんですね。でこの 1-8% を削るのが、難しいと。でそれはまあ、10年かかっても無理かもしれないけど、でも一応やってみるぐらいの話だったんですよ。ところが5年経ったところで状態でもういけそうっていう状態になった。非常に、面白いケースですね。もう少しこの件に関しては、突っ込んだ調査をして、発表をしたいと思っています。続報をお待ちください。
ちょっと関連したことなんですけど、だいたい話してみたいと思います。先ほど言っていたその80年代に画力と地熱というのがあるときに、まあ、地熱を選んだっていうけど、火力って多分アメリカとか、多分ね、大手の企業とかコンサルが入ってると思うんですけど、日本から行ったのかもしれません。そこすれば、日本だったら相当地域に、まあ、原発を作るにあたって、地域に対してのお金の落としとか、まあ、有力者に対しての配慮っていうのは、これ普通に行われるわけですよね。もうおそらく、はい、そういうリベートとかは、あったと思います。確証は掴んでいないし、なかなか尻尾も掴ませないだろうと思いますけども、そういうアクションが、まあ、あるのがむしろ当然だと僕は思ってるんですね。で、それを前提にした上で、なお、地熱に政策的に地熱に投資をすることが自分にとってもそのリベートを取るより利益があるって判断したということなんですね。ということは、オルタナティブで火力と地熱を会社のというか、もしくは、まあ、アメリカだったかもしれない、日本だったかもしれないけれども、競われてたっていう部分もあるんですね。あのですね、地熱の中だけで競わせてますというのが、日本とイタリアとあと、フィンランドかな、3つの国のプラントが入ってるんですね。で、日本も、日立と東芝2社入ってるんですよ。で、1号機2号機3号機4号機5号機ってどんどん作っていくんですけど、全部会社違うんですよ。で、それぞれ少しずつ規模も大きくしていき、なおかつ、効率も上げていき、でなおかつ、もう一つ大事なのは、いかに同じ発電量でも、環境インパクトを減らせるかっていうこと、これを重要視してるんですね。でそこら辺を全部企業に競わせるわけですね。そうすると、まあ、自分たちは何もしなくても会社が頑張って、環境にいいプラントを作ろうとしてくれると、ということですね。で、そこはやっぱ自分の懐の中にいくら入るかっていうことよりも、その政策を自分が実行することによって得られる満足感が高かったっていうことなんですよ、その個人にとって。その部分かなと思いますね、違いは。はい、ありがとうございます。あと一人お二人、はい、したら、読み手が上がっちゃったんですけど、読み時間に最初に1、2、3、4人で質問だけまとめて受けさせてもらって、あと回答をまとめてという形で、はいはい、お願いします。後ろの方から、はい、病院とか義務教育が無料ということが書かれてるんですけど、はい、国家的な財政というのは どういう状況でしょうかというところ。何がどういう状況？国家的な財政。財政、はい、はい、
が多いのか少ないのかというと、その平和に対平和やその安全健康とかそういった意識がその庶民の国家としてそういう方針というのが分かったんですけども、実際の生活の中で一人一人の国民の方が どのように思われているのか、何かこう争いがあった時にどういった考えを持つのか。私実はこの8月足立さんのツアーに行かせていただいて、だけど行って帰ってきてますますあのなんかまだきっかけをいただいたって、もっと勉強しなきゃっていう感じで、歌にもかかわらずいろいろ分からないこともあるんですけど、であの先ほどおっしゃったこの方がおっしゃったあの小学校ぐらいの教育っていうところで、まあ、あの伺ったことで分かったことは、もう小学校5年生までに誰でも人権意識を完全に教育する。誰でもあなたの持っている権利は何か、あなたの権利を渡されたらどうすればいいか、すなわち訴訟をすればいい、その訴訟した結果あの通用する、小学生であろうが誰であろうがきちんと人権を持つ、たりたりすれば小学生でも勝訴する、そういうもう だからもう本当お子さんでの裁判を簡単にやってるって、その人権意識の教育がすごいっていうことは分かったんです。で今あの質問しようと思った内容としては、そのアメリカはコスタリカはいい国だって思わせたって外交手段があると、その交渉の時間とかそういう心理的なこともうまくやっていくと、紛争仲裁外交であって、まあ、その辺は分かったんですけど、まあ、今のその人権教育がしっかりなるまでのプロセスっていうか、そう簡単にアメリカはちっちゃい国のコスタリカをリスペクトするっていうところに行くのには、いろんな過程があったと思うんですけど、そのアメリカからどうやっていい国だと認められるリスペクトを勝ち取ってきたのか、あのすいません、足立さんも読み込めばわかることなんだと思うんですけど、ポイントだけでは一応教えていただければと思います。はい、以上。はい、はい、でまず、最初の質問からいきたいと思います。もし、まあ、窓口負担が、まあ、病院ではないとか、教育は全て無償だと、義務教育ですね、となると当然、財政負担は大きくなります。で、そんなにまあ、リッチな国じゃありませんので、財政もそんなに大きくない、ので、当然、足りません。ぶっちゃけて言うと足りません。で、その国家財政における福祉や教育の分野の出費の割合というのは非常にやっぱり高いです。でそれでもまだ上げようとしています。特に教育に関しては現在 GDP の 7% です。で、もともと 6% ぐらいだったのを、段階的に 8% にまで上げようとしています。ちなみに日本は 3% ぐらいですね。でプラス、まあ、病院の方は、まあ、あの福祉に関して言うとですね、日本とほぼ同じで、いわゆる皆保険制度ですね。で労使折半プラス税金、この仕組みはざっくり言うと日本と一緒です。でなんで、まあ、あの保険料の負担はそれなりにあります。普通に働いている人に関して言うとですね、これは結構それなりにあるんですよ。で問題は、保険料を払ってない人でもただで受けられるということなんですね。で保険料を払えないということは、それだけ、保険料を負担できるような経済状況にないということなんで、その人をの健康に責任を持たないっていうのは、まあいい社会ではないということ、これがまあ徹底している。でそのために実際に足りない金どうするかっていうと、病院は病院でこの福祉関係に、医療関係に特化した募金っていうのをよくやってます。でこれ大体的な募金になります。でテレビ局とかがもう協賛して、もうやっぱテレビって一番強いツールなので、それでもガンガン例えば年に1回この日とかってこう
ちんとターゲットを絞ってすごい募金をするんですね。それでなんとか例えば、新しい医療器具を入れたりとか、まあ、新しい建物を作ったりとか、今人が増えているのと、子供が増えているのと、プラス、やっぱ疾患の数も増えている。特に、やっぱり何のかんの言って環境って悪くなってるんですね、コスタリカって。なので、その部分を、まあ、要するにその医療費はどんどん増大していく一方なので、まあ、財政だけでは足りなくなってきているので、その部分は募金で何とかカバーしようとしているという状況です。実際アップアップですね。で、面白いのは金持ちから切っていくという状況になっていくです。どういうことかというと、まあ、国立病院に行くとやっぱりどうしても一定程度並んだり手間がかかる、かってしまうんですね。ただの代わりに手間がかかる、これが国立病院なんですよ。そういう手間が嫌だとか、あるいは、まあ、自費ではないけれどもそれなりに高いレベルの医療に一発でたどり着きたい。国立病院でも高いレベルの医療はあるんですけど、最新の医療はあるんですけども、段階を踏まないとそこまでいけない。私立病院だと一発でいけるので、民間の保険に自分で加入して私立の病院に行くという人たちが出てきて、それは当然お金持ちがそういうことをするので、そのシステムでいくと金持ちからその福祉制度からこう出ていく形になるんですね。だから面白いなと思ってます。まあ、そんな感じです。子供の、2つ目の質問です。子供の時の、どういうふうな環境なのか。で、まあ、一つあるのはやっぱり選挙に絡むってことですね。子供たちが選挙の中で、まあ、選挙運動に子供たち自身が絡むし、子供たちが出ていくんで、日本の場合例えば、未成年者が選挙運動をやるとこれは法律的にアウトですね。公職選挙法に引っかかってしまうんですが、コスタリカの場合はむしろ子供たちがガンガン出てくる選挙運動と、選挙運動だけではなくて、実際にその公的な選挙のお手伝いもします。投票所で、有権者が投票に来た時にその案内役をやったりですね。案内役が一番多いですね、子どもたちがですね。それから子どもたち自身が投票もします。18歳未満17歳以下ですねの子どもたちが、大統領候補 に投票するんですね。投票する仕組みがあるんですね。でこれは公的な仕組みではないんですけど、やってるところは例えば、子ども博物館とか、あるいは、テレビ局が最近すごく力を入れてやってます。そういう任意の団体なり何なりがやってるんだけれども、そのために投票の時に身分証明書を使うんですね。そのためにその未成年者の身分証明書っていうのをこの選挙最高裁判所という選挙を司るところが作りました。で最初はそれが多分きっかけだったと思うんですけども、今ではそれが、未成年者用のほぼ公的な、身分証明書になって、例えばその学割とか、そういうのも、にも使えるような公的な証明書になるということで、選挙と子どもの関わりっていうのはすごく大きい。それから、まあ、学校教育の中でもですね、やっぱりその権利ということに関して言うとすごく、たくさん教えられます。小学校1年生の社会の教科書でもう権利ということが出てくる。でその権利というのも、自分たちが愛される権利とか、遊ぶ権利とか、3食栄養がのバランスが取れたものを食べられる権利とか、大人から保護される権利とか、そういうことをがもう教科書に載っているということですね。まあ、ただそうやってですね、そういう環境の中で、暮らしていって、そういう社会的な環境の中で暮らしていっても、経済的な環境がそれに伴わないと、それはやっぱり身にならないですね、残念ながら。で貧困がやはり犯罪を引き起こす。で貧困は戦争の引き起こしますよね。で貧困撲滅というのが一番コスタリカの重要なテーマの一つになってます。で残念ながら今逆に触れてまして、貧困率って上がってるんですね。今2割を超えました。で、そこでですね、まあ、犯罪率っていうと、率でいうと日本よりもはるかに高いです。で、まあ、犯罪
を犯した人、あるいはその犯罪が起きた状況というのを調べてみると、やはり、いろんな人の人権侵害が起きているということがよくわかるんですね。なので、じゃあその人権侵害をいかに解決していくかというアプローチで、彼らは犯罪を減らそうと考えています。で、何を言うんですか、あ、貧困ですね。貧困も人権侵害だと捉えてるんですね。ね、まあ、あの普段の普通の、いわゆる普通のコスタリカの人たちっていうのは、もう本当に、なんとか議論はするけども、あの殴り合いとかは本当に嫌っていうか、あの極端が嫌いな人が多いんですね。だから政治的にも極右とか極左とかがほとんど支持を得られないんですよ。で、中道左派とか中道右派とか、まあ、大体真ん中寄りが好きですね。極端なことが嫌いっていうのがよく言われる、文化性なんですけども、まあその犯罪とかに関してもそういうことが、現れている。ただし、それがそういうその中道みたいな考え方をじわじわと犯していくものが、まあ、貧困 で、それによって犯罪率っていうのはどんどん上がっているというのが現状です。でそれに対処する仕方っていうのもいろいろちょっとあるんですけども、それは、まあこちらの方にいろいろ書いてあります、はい、時間がちょっとあると思うの で、それから、まあ、やっぱり人々の中、生活の中で、平和っていうのは考えられていく。彼らは日常の中に平和を求めています。僕ら以上、日本人で平和っていうとやっぱ戦争のことを考える人がめちゃくちゃ多いんですよ。彼ら平和って言った時に、戦争のことを考える人ってほとんどいません。なんでかって知らないから、ないから周りに、自分の周りに。それよりも平和問題って言った時に、自分がいかに心安らかに暮らせるかとか、自分がいかに満足できる人生を歩めるかっていうことを考えます。で、そうすると例えばその喧嘩は嫌だし、殴り合いはもっと嫌だしっていうふうに、まあ、考える人が多いというのはありますね。で日本の場合は犯罪率は低いですけども、まあ、検挙率も低いし、それにその何ですかね、まあ、このギスギスしたこの感じあの犯罪は起こってないですけど、みんなその心に傷を負ってるみたいな感じがあるじゃないですか。その辺がやっぱり何だろうな、どうなんだろうなって思うところですね。それから最後の質問、アメリカに関してなんですけれども、アメリカにいい国と思ってもらうっていうよりも、アメリカに有無を言わせないっていうことが、っていうことを考える、そういう戦略を取るっていうのが、正確な言い方になりますね。だから、いかにコスタリカに対して畜生この野郎と思ってても、畜生この野郎と言えない状況を作るのがうまい。で、例えばその、まあ、80年代にお隣の国ニカラグアで内戦をやってた時にも、アメリカからはやっぱり味方をしろと言われてたわけですね。アメリカは反政府軍を応援してたわけなので、そこの味方をしろというふうに言った。でそれに対してコスタリカは、いや中立でいきますって言ったんだけども、アメリカはそれを無視したんですね、最初。でもアメリカにそれを中立を認めてもらわないと、ここの話し合いの仲介役に立てないんですね。なのでアメリカはどうしても説得する必要があった。で、じゃあどうしたかというと、ヨーロッパ諸国を首脳外交して回ったんですね。で、うちはこういう方針でいこうと思うんだけど、積極的衛星非武装中立宣言ってどうって首脳会談で1対1で全部やっていった。で、それをそういうその理想的なことを言われると、それはダメだとは言いにくいんですよね。で、まあそれはまあいいですね、賛同とか支持っていうものを、それからラテンアメリカ諸国回って一つ一つ得てる。で、それを持ってもう一回アメリカにアプローチしたんですね。他の国みんな、うちのこの方針いいって言ってるんだけどっていうふうに言った。それとアメリカもこれはもう認めざるを得ない状況になるわけですね。そういうふうに、アメリカにいかにうんと言わせるか、あるいは嫌なことでも仕方ないと思わせるかっていう、それもやっぱり結局心理の問題、人間心理の問題ですよね。アメリカっていう国が判断するんじゃなくて、アメリカのという国の権力の中にいる何人かの人たちにうんと言わせるっていうこと、その心理を読むということにやっぱり長けてたのかなと
思いますね。そういうことだと思います。はい、ありがとうございました。それでは、この後足立さんの本についてはこちらで本題の方からお伝えしていただくんですけど、何かインフォメーションありますか？はい、ですね、1月23日から31日まで来年のですね、コスタリカに実際に訪れるというツアーを企画しております。実質現地5日間ですけれども、まあ、この本の中で出てくる国会とか裁判所とか、まあ、憲法諸行というかですね、とかそれからですね、環境エネルギー省、そういう省庁を回っていくのと、あと、まあ、実際地域で、発電をしている発電の協同組合だとか、農業の協同組合、ちょうどコーヒーの収穫時期なんで、美味しいコーヒーも飲める、でどういうふうに作ってるか、でそのコーヒーの作り方も、80年代は、環境に優しい、森林栽培と、90年代に入ってくると違う、最初は有機栽培っていうので売り出した。で次に森林栽培っていうのが90年代です。で最近はどうしてるかっていうと、カーボンニュートラルって言うんだけど、コーヒーを作る過程において全過程の CO2 のプラスマイナスを計算して、で全マイナス以下、ゼロ以下になるようにきちんと計算して、カーボンニュートラルの認定を取って、そのシールをこのコーヒーのパッケージに1個1枚1枚貼って出してるんですね。でそうすることで当然付加価値も高まるわけなんですよ。そういうことを、そのね、グローバルに物事を考えているローカルな山の中の協力名、そういうところを行ってみる、プラス、さっき見たケツァルという鳥を探しに行くというてんこ盛りのツアーをですねやろうと思っております。ぜひですね、私のホームページ足立力也で検索したら出てきますので、そこのお問い合わせポンと上がりますから、そこから、お問い合わせいただければ、はい、ぜひよろしくお願いします。忙しい中、あの、見ていただきましてありがとうございました。拍手を最後に。今日の講演会の内容は YouTube で、はい、YouTube でアップされますので、ぜひ内容についても、まあ、私の復習の意味を込めてやってもらおうと思います。本当にありがとうございました。それでは本日も、はい、ぜひ、まだ持っていない方はたくさん持ってください。荷物を減らすものを使っていただければなと思います。あと、モバイルからお越しくださった方からインフォメーションいただいてますので、よかったらお持ちください。はい、明日は後ろの真子さんとトークを手前でやりますので、はい、あとは前で富山の CP という障害者の映画とかで70年代というのがあるので、よかったら。Thank you.